ホベルト・フィオーレ、ロベルト・フィオーレはイタリアの政治家でヨーロッパにおけるネオファシストの重鎮の一人、極右政党、新しき力の党首であり、また国家主義者の国際政党であるヨーロッパ国民戦線の初期長として欧州議会議員を務めている。新しき力の党員たちによるデモ活動ラツヨ州ローマ市出身で青年期から壮年期までの多くを 移住先のイギリスで過ごした。イギリスでは白人至上主義政党、イギリス国民戦線のリーダーで同い年であったニック・グリフィンと親友の間柄であった。グリフィンが路線の違いから同等を離脱し、反資本主義、反社会主義の両立をスローガンにインターナショナルサードポジションを設立すると、これに加わった。グリフィンとの交友から、 多くの政治的人脈を得たロベルトは、マシモ・モレセロと議論の場という政治組織を作り、後にイージーロンドンという学生や労働者の生活環境改善を求める協会へと変遷した。同協会は、現在もロンドンに残っていて、一定の支持を得ている。一方、イタリアのネオファシスト系武装組織で、イタリア陸軍情報部と共謀して、 ボローニャ駅爆破テロ事件を引き起こした武装革命中核のメンバーにも名を連ねていた。ロベルトは過激な右翼運動家としても著名となり同事件に関与したとして有罪判決を受けている。さらに2000年代にはイギリスの反ファシスト団体からイギリス政府の情報組織に加わっていたと指摘され、賛紙などにも掲載されるスキャンダルとなった。なお、 ロベルト本人は、ミロクなどの情報組織との関係を一切、否定している。ロベルトは、様々な話題を背負ったまま祖国イタリアへ帰国、極右政党、新しき力を設立して、イタリア政界に進出した。同時に、各国のファシスト、国家主義政党の要人らと会談を行い、欧州規模のファシスト政党、ヨーロッパ国民戦線を創設。 欧州議会選挙で議席を獲得する。2009年には久しぶりにイギリスを訪れ、イギリス国民党の来賓としてスピーチを行っている。ありがとうございます。